シティにエリクスニーが住み始めたとはいえ、人類とエリクスニーの間にある不和は拭いきれていない。ミスラークス・ハウス・オブ・ライトの長、彼は心を閉ざし、周りは心配している。娘のエイドが彼を見守ってはいるが、何かがおかしい。エリクスニーの問題はシティ内に限ったことではない。エウロパから救難信号があった。かつてエラミスに仕えていた非戦闘員が襲撃されている。新種のスコーンが銀河中でエリクスニーを飼っている。当主のフィクルルという者が彼らを蘇生し堕落させている。フィクルル、生み出したのはかつての私だ。ゆえに今回の敵には因縁を感じるが、ハンターヴァンガードとして責務を果たしたい。ガーディアン、これよりハウス・オブ・サルベーションの民間人からの救難信号に応答する。我々に助けを求めるほど切迫しているようだ。うまくやれば交渉に利用できる。これは人道的任務だ。エリクスニーには発砲してはならない。幸運を祈る。人見し者の報告ではエラミスもそこにいる。彼女を連れてくるんだ。生きたままな。彼女は多くの被害を及ぼしてきたが、彼女を殺してしまえば彼らの反人類感情の火を煽ることになる。ハンターヴァンガードとしての初仕事で血の雨を降らせるつもりはない。されているのではなく、借り集められているようだ。だが新たなスコーンは死んだエリクスニーからしか生まれない。なぜ生け捕りにしている？サルベーションの船は地球に向かい、
ヘルムは逃げ遅れた者たちを保護するために到着した。エラミスの民を疑うのも無理はないが、私はもっと先のことを考えたい。ハンターは橋を爆発させるだけではなく、作ることもできるということを証明したいのだ。このスコーンは何かがおかしい。解放された民間人は奴らをナ・ベスキリスクと呼んでいる。翻訳すると命を失わぬものだ。どういう意味かはまだわからない。宇宙生物の分析が完了した。ガーディアン、このスコーンの肉体は生きている。通常は壊死状態のはずだ。ナ・ベスキリスク、フィクルルは新たな力の源を見つけたんだ。超因果の力を、うん、決してひれ伏さない。スコーンにもヴァンガードにも。ガーディアン、エラミスが逃げるぞ。追え。残響を手に入れ、それを使って生きたエリクスニーのエーテルを変異させているんだ。新種のスコーンも説明がつく。生きたままエリクスニーを捕らえている理由もな。今は目の前の目標のことを考えよう。エラミスは袋のネズミだ。
私が直接彼女の降伏を交渉する。待機せよ。よくやったガーディアン、長い道のりだったな。エラミスケル、私はお前を裁く立場ではないが、今の私はシティの代弁者だ。彼らはお前がこれまで傷つけたガーディアンと民間人のための正義を求めている。だからお前を連れている。盗人や抑圧者が正義を語るか、偽善者どもめ。お前たちの刃は我が血族のエーテルで濡れている。残された血族のことを考えれば、彼らは今ヘルムに乗っていてお前を必要として見捨てるのか。それにお前を連れて帰らなければ私はエイドに一生恨まれる。もしおとなしくついていけば我が民を保護すると約束するか。彼らが武器を捨てハウス・オブ・ライトと共存するのであれば、シティは必ず守る。約束しよう。責任はガーディアンに取ってもらう。エイドのところへ連れて行ける。総員に次ぐ重要人物収監中の当選にハウス・オブ・サルベーションのケッチが接近している。乗り込み部隊が来るぞ。そちらの救助隊と戦いたくはない。救いが必要なのは私ではない。奴に見つかってしまえば。手遅れだ。すべてのエリクスリーを我々の眷属にする力を手に入れた。滅びの果てにスコーンに生まれ変わるのだ。この船はアークローカル制御システムが故障しているため、ここからは不時着の経験も豊富な私が操縦を引き受けます。不時着に伴う衝撃にご注意ください。